するしない。さあ今回突撃 M リーグは EX 風林火山の選手控室にやってまいりました。 EX 風林火山といえばイケメンと美女の王国でございます。早速行ってみましょう。こんにちは。おーす失礼します。お邪魔します。どうぞどうぞ。うわすごい仲いい3人。何喋ってたの？え、内緒だよ戦い方か。いやまあまあ本日の作戦的なね話してた、うん、え、ごめんなさい、何食べたらしゃべるんですか？カレーパン。カレーパン食べてる。カレーパンあるよ、食べる。ありがとうございます今回は EX フリカさん、このイケメンと美女の3名様です。今ちょっと普段の様子見たいんですけど、いつも3人でお話されてるんですか？うん、してる時もあればしてない時もいや、大体してる、大丈夫。大丈夫、大体してます。この控え室の雰囲気、ちょっとなんかちょっと、なんでしょう、ヤンキーみたいな。いやいやいや風林火山といえばね、武田信玄ですよね。あ、そうですそうです。え、これ、なんか選手たちの気持ちに影響あるんですか？まあ、武田軍としての。武田軍え、武田軍って自分たちのこと言ってるんですか？いや、そんなことないです。いや、そうです。もったねえ、今もったねえ風林火山で、サポーターの方たちが武田軍。そう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 。だから、見てくれてる仲間が武田軍ってことですね。あ、そうですそうです。たくさん起きてます？はい、もちろん食べ終わって、ね、ごめんなさい、カレーパン食べて最中にすいません、来て今日はね、いろんなお話聞かせていただこうと思うんですけど、ちょっとロッカー見てもいいですか？ロッカー、あ、いいですよ。じゃ誰がどれだ？ あんまり関係ないです。そうそう、え、混ざってんの？スタッフの方と。あ、そうなんだ。決まってないんで、これタッキー。あ、スタッキーの匂い嗅いでもいいですか？あ、どうぞすいません、失礼します。私のじゃないのに、どうぞどうぞ。柔軟剤の匂いですね。すごい、全然いい匂い男子臭しないですねマジで男子臭しない。今日これファンに怒られます私やばいっすか。これも今日は抽選で1名の方にありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。これ全部私服？そうですよ。アキが来てる私服だって。アキさんのどれですか？え、私のアキさんのどれですか？アキさんのこれですね。これってアキさんの？ええ、マジで。あ、重いんで気をつけてください。いい、絶対これ高いやつじゃん。いや違う高くないですけど。かわいい、なんかアキさんの匂いするいい匂いじゃないと思うんで。全然いい匂いですよ。すごい、あ、いいですね。カズマさんの書かなくても私大丈夫なんです。大丈夫、カズマさん大丈夫です。かわいいだけなんで。カズマさん、いつも応援するときどこに座って見てるんですか？モニターここですけど。私大体ここかな。ね、よくそう SNS で皆さん自明派みたいなで、あそこなんか端っこにねいるんですけど、大体ね、タッキーね、あそこにいるんで。なんでなんだろう、ここたまにこっちらへん座ってるんで。いつもこの感じでね、応援されててよくあのツイッターでも見ますけれども、あの、あが誰かがね、こう仲間上がった時とかトップ取った時のアキさんのあの満面の笑み一回でいいんで再現してもらっていいですか？え、じゃあ今、はい、こう大体こう上がれるかなと思ってこうやって見てるじゃないですか、うん、あ、来たやってるありがとうございます、はい、すいません、大先輩にもこんな熱演してもらってしかも今、ね、私アキさん大体体育座りしてんだけど、勝負点のリーチと変えると正座に変わるなぜこうやって正座に変わって今まで初めてお願いしますお願いしますってやるのジャンプ。そうで、無事だ、積もったってなったら積もったってなって裏ドラッつってお願いしますってなってるで、はい、乗ったらやった。一連のやり方こちらですから、皆さんで公式のやり方こちらなんで、ぜひ真似していただければいいですね。あ、ちなみに乗らなかったら、はい、まだあるんですよ、はい、乗らなかったらなんだろうってすいません、大先輩に全然地面這いつくってすいません大丈夫です。ではお話聞いてまいりましょう。では改めまして、 EX 風林火山の皆さんです。いや、赤のユニフォーム映えますね。いいでしょう、このスタジアムも。このスタジアム知ってる、売ってた。そうなんです、限定ですよね。そうですそうですそうです。アキさんも着てらっしゃる、普段からでも一瞬目が悩んだよね。今冬なんで、あ、そっか、もう少し暖かくなってきてから春先ね。あ、そうですね、あと秋口までこうぜひ皆さんよかったらご購入、そうよろしくお願いします。来てください。これ結構しっかりしてて
あったかい、そう、なんかもう全然普通にあのヘビロテしても大丈夫な素材ですよね、うん、あと素材、あ、素材はね、サイズもいっぱいあるんで、あ、そうなんだ、そうです、これがいくら なんですか2万円です。サインとか書いてくれるしね、みんなね、あ、そうです、そうです、書きま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 す、喜んでぜひ皆さん買ってください、お願いします、はい。さあ、それではね、3人の裏話だったらいろいろ聞いていきたいんですけれども、まず直球に、3人って仲がいいんですか？いい方だと思います。お、すごいすごい、滝沢さんが率先して仲いいって言った、うん、3人とも仲いい、普段から連絡取ってます？まあ、試合のこと、まあ、ずっとね、試合が続いてるんで、うんうん、もうその話題はもう毎日のようにありますよ。麻雀じゃない話とかもしたりするんですか？まあ、でも普通の世間話とか、どんな、どんな、カンパ来たねみたいな、そこまで、あ、そうなんだ、なんか例えば、うちの子がとか、あ、そうか、お子さんトークか、漫画、これが漫画、あ、そうそうそう、最近この漫画読んでるとか、え、どんな漫画読んでるんですか？私、キングダムが好きですね。いや、私も好きです。おー、いいね、誰が好き？全個ありますよ。誰が好きですか？私ね、あのね、トウが一番好きなんです。ああの、大きに一番、フォルフォルフォル、フォルフォルフォルって首がパパパパって、ごめんなさい、どうでもある。で、そういうなんかプライベートの話も3人でされたりしてて、じゃあチームワークだったりは自信がある方ですか？7チームある中で、正直何番手ぐらいに自信あります？いや、一番手です。本当ですか？と思っている。一番手、結構みんな一番って言うんですよ。でも、とりあえず誰試合行くとかで揉めることないもんね。え、どうやって決めてるんですか？え、なんか相談してどうするみたいな。3人で話してる、マネージャーを入れてあげない？いや、入りますよ。入れてあげる。入るんですけど、大体結構僕らの意見を尊重してくれるん で僕らがタッキー行くとか言って、うん、いいねみたいになったら、うん、じゃあ行きますみたいな、すぐ決まっちゃう、うん、揉めない、揉めないで、今までもずっと誰々行くって話になったらすぐ決まって、うん、じゃあ1回目誰々ねみたいな、だからいつも2試合目は決まってなくて、1試合目終わってからの、うん、こう何分ぐらい？ 1分、2分で決まります。1、2分で、うん、カップラーメンより早いですね、はい、それだけ仲がいいからできるんだ。そしてね、もうチームワークいいだけじゃなくて、ちゃんとね、勝ってるんですよね。そうですよ、リンカさん、うちはチームメイトが強くて助かりますわ。いやいや、アキサとかも見て、みんな個人がだってさ、みんないいでしょ、これ。そう、あ、うちだけなんですよね、なんか3人プラスのとこって。はっきり言ったね、うちだけですか。すごいね、本当、前評判が低くて、え、なんで、すげえディスられて、なんて言われたの？ですよね、ちょっと気持ちいいですよ。この結果が、え、結構いろいろ言われたんですか？始まる前とか、始まる直前ぐらいに、うちはちょっとなんか弱いみたいな、まあ顔だけでしょみたいなことでしょ、要は。なんかメディア向けに、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、大丈夫、可愛いから大丈夫、可愛い、ラブリーフェイス、可愛い担当で、そう。なのに、実際やってみたら、回数もね、回数も割と均等に打ってますからね。確かにそうか、うん、そう、あきちゃんがちょっとだけ風邪ひいちゃった時がある分だけ少ないよね。そうそうそう、12月ちょっとね、あ、なるほど、だからちょっと少ないといっても、でもバランスいいですね。そうですね、うん、滝沢さんが今のところ一番多く打ってて、確かにちょっとだけ、ね、ちょっと、うん、ちょっと変わんないですよね、うん、全員プラスは優秀ですよね。てかこのね、はい、ラス回避率が1位、2位、3位なのが気持ちいいです。そうだ、個人のね、もうどんどん行ってきましょう、アピールどんどん、そうそうそう、ラスも行かないし、ポイント叩いていくし、イケメンだし、美女だし、可愛いし、もうだから何も隙がないですね、チームの中に。悪いとこないですね。え、じゃあこれからなんかさらにこうしていきたいとかもうあんまりないですか？まあ今のまんま行けたらね、うん、幸せですか？うん、幸せ。後半戦に向けてはどんな風に戦おうかなって思ってます？やっぱこう、はっきりポイント差が出てくるとね、戦い方が ね、うん、決まってきますよね。もうすでにね、あの4位までに残れば決勝ですから、そう考えると結構、あれですか、このポイント差なら普通通り行けばいけるかなって思ってます。どうですか？いや、もう10回見たいですね。あ、成績は、あと10回、さすが IQ220、うん、ああ、10回後にこれだったらもう大丈夫だから、あと10回はもう自由に思った通り、それぞれの人がやりたいようにやって、うん、その結果を見て考えるみたいな。じゃあ結構皆さんこのペースだとなんかすごい和気あいあいとしてて、フリーコさん空気いいですね。もううちはもう堅苦しいとかそういうのないですし、うん、本当に和気あいあいとやってます。言いたいこと何でも言えるし、あ、そう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 、そうですね、遠慮がないんで。血液型は B O です。 BBO か、 BBO、 BB 男子なんだね。そうなんですよ。そうなんですよ、職人気質だ、二人とも。なんか、結構似てるとこありますね。どんなところが似てますか？
ある今のとこ見つかんないみたいな感じで、どこどこ見てるの、なんていうのかな、頑固だけど頑固っぽい、確かに、まあ、なんかその頑固っていうか、なんかまあ一本こう通ってるところはものすごい共通するところはありますよね、うん、あのタッキーの方が気使うかもしれない、周りに。なんか滝沢さんのこと悪く言ってる人私見たことないですよ、大人で、うん、そう大人、まあいい年ですからね最年長だしね、一切しか違わないけど、一切しか違わないですか、そう、一個しか違わない、一切しか違わない、でも先輩なんだ、まあ、あんま変わんないですけどね、うん、どうなんですか滝沢さんは、タッキーは、いやでもなんか麻雀行く前とかは一番楽しい感じの、その、なんて言ってる、僕とかは結構、うん、わ緊張してきたどうしようとか言ってるんだけど、タッキーは任せろっていう、そんなかっこいい4文字で言ってるんですか、言ってやんよみたいな言ってるんですか、その上での紹介盛り上げ上手俺に任せとけ、でもあるよねタッキーは ね、 そうだね、その意外とそういうのかっこよく言うタイプなんで、いやいや言わないけど、その空気感が大丈夫、はい、大丈夫みたいな、そう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 、任しといてっていう空気感が出てるかな、うん、安心感を与えてくれてるんだ、そうそうそう、お兄さん感もすごい強いですね、ですってよ、うん、でもやってる最中はちょっとラス目に落ちちゃって、ちょっとまずいプレーでラス目に落ちちゃったら本当ごめん、もう二度とあった自信はしてますよ結構それお顔に出てますよね、打ってる時ね、それはね、なんか怖いですよね、百面相みたいなこんなに顔映ってると思わなかったですよねしかもなんか多分カメラマン滝沢さん好きですよね、よく見られてらっしゃる、いや、アキさんのこと多分すごい好き、そう、滝沢さん結構ね、今こうキリッとされてるんですけど、麻雀中どうされたんだろうみたいなお顔結構されてる、うん、なんかあの、あーみたいな顔もあるし、そう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 、パッみたいな顔もしてるし結構可愛いんですよね、キリッとしてる時もあるし、あれはどうなんですか、ご自身で見直すと、いや恥ずかしいですでももう開き直ってやるしかないから、まあね、集中してる、気にはしてない、証拠ですか、自然に出ちゃってますね、勝俣さんってどうなんですか、アキさんと迷ってる時の表情ってあんま出ないですよね、出ない、うん、変わらない、だからなんか怒ってる時は分かりますよ怒ってるみたいな、え、対局中、対局中、そう、怒ってるみたいな、いや、いつっていうか、何回戦の、何回戦の、いつ、いや、ちょっと、結構一半ちゃんに一回怒ったんですよ、見えない、わかんないわ、ミスっただけでも、自分のミスとか納得いかなかったら、なんで自分はこんな下手くそなんだみたいな、チームメイトからわかるんだ、わかる、わかる、あ、怒ってる、怒ってる、よく言ってますね、そうなんだ、怒ってる顔してるっつって、なんか可愛いだけで見てました。あ、今日もカワウソに似てるみたいな。かわいい、かわいい。なんかその、なんていうの、イライラしてる、怒ってるとかじゃなくて、うん、燃えてるような。あ、そういうこと、情熱家なんだな。怒ってる、そうそうそう。あと解説ですよね、イメージでかなりこう、ね、勝俣さんといえば。超一流の解説ですよ。みんながわかりやすい。え、じゃあ裏では結構切りやすかったりしてるってことだ。切れてはないよね。麻雀でだけですか、プライベートで怒ったりはするんですか。あんま、うん、どうだろう、オーラか、うん、約束守んない人は嫌いだけど、それ以外では大丈夫結構ね、大多数の人が約束守んない人嫌いだ普通です、普通です、そうなんだ、じゃあ麻雀の対局中、勝俣さんこれ切れてるんじゃねっていうチェックを私たち入れればいい、うん、特に僕がミスった時とかに OK です、ね、選択だ、チートやっててかぶった時とかもやばい、あ、マジですかよくあるけどねそうなんですね、注目します、じゃあお二人から見たアキさんはどうですか、麻雀始まったら3人の中で一番こう腹をくくるのが上手みたいな、そうですかな、腹くくりまくってってことですか、うわみたいなのはアキさんが一番上手と、えそうですか、度胸が一番あるっていうか、度胸なことはちょピヨリンだし、ピヨリンだけど降りるのも勇気がいる時にあるじゃん、そのね、1万2000見えてるけど降りる勇気もとかもあって、だとその別に攻めだけが度胸じゃないと思うけど、うん、そのこんなに欲まみれに普通はなりそうな手をグッとこらえたりもあるし菩薩じゃんいいね、なるほど、え、滝沢さんから見てどうですか、すぐ反省してる感じしますよ、対局中にももうちょっとあの全部持って帰ってくるんで、帰ってくる頃には、はい、まずこれを言うどうとか、まず反省点から僕らにこういう、一旦じゃ全部なんですか、あ、そうですね、あれとあれとあれと一曲から入って、乱入みたいな、全部一番ダメなのあれだよねみたいなとかお二人に話すんですか、あそこはああだったらどうだったかなと、反省が多いんだ、じゃあだってこっちからしたら、うん、うわすげえナイスに着と思ってたら、ほんとごめんつって帰ってくるみたいなじゃあ結構
あれですね、大学終わった後の裏側もちょっと面白そうですね、見てる、うん、勝利者インタビューあるじゃないですか、はい、あの時結構かっちゃん済ましてこうねやってる、俺は整然と喋って帰ってくるじゃないですか、やってる、帰り道の方がもっと喜んでるもうその喜びはスキップスキップでそうなんだ、え、そこら辺の動画もっと上げてください、対戦相手の前で喜ぶのってちょっと失礼だったなとか、フェアプレーみたいなね、なんか、うん、ね、帰り道一人でワクワクしながら帰ってくるんですか、うん、仲間に会えればハイタッチですよね、そうそうそう、はい、じゃあここでこの中でシリーズをやりたいと思います、この中で一番人間ができてるなと思うメンバーはどなたですか、せーのタッキーによ、ま、迷ったけど、ね、あ、迷ったけど、あ、でもアッサンでしたね、やっぱり違うんだ、この中の一応最年長で、さっきそういう話だったじゃないですか、うん、だから大人だもんね、いや大人だけど、あ、なになに、いいやりだ、タッキーもうぶっ壊れてるとこぶっ壊れてるとこあるから、今みたいに自分刺しちゃうところ、大丈夫大丈夫、あ、結構自分刺すチームメイトいっぱいいたから、やっぱ休み休み時とかにお酒飲んだらとことん飲んじゃうとかね、ちょっとある、お酒好きなんだ、あのめちゃくちゃ効くんですよ、あのコンビニの800円ぐらいする肝臓に効く薬あるじゃないですか、うんうん、あれ飲んだら、ね、寝てたら漏らしちゃった間違えて漏らしちゃったの、え、どういうこと、新しいベッド買わされるっていう事件が一昨年、どっち漏らしたの、いや、もちろんお小水、お小水小さい方、え、本当に使いますよ、いや、いいけどめちゃくちゃだけど効くんですよ、薬が、そういう失態はあるけど普段は分かってる、知ってるから、うん、そういうのも想像すると飽きちゃう、どっちもいい勝負だけどと思って、まあ、私お酒飲まないんで、そのお酒の失敗とかはないですね、あー、キリ、うん、すごい尿漏れるんですね人間ですから、ね、次行きますよ、はい、じゃあこの中で一番頼りになるのはどなたですか、せーのあれ待って、え、三つどもいじゃねこれ、これ3人ばらけた、場面によりますけどね、あ、そうそうそう、まあ確かに、うん、そう、まあそうですね、場面によるけど、でも全員が全員これ信頼でき合ってるってことだ、頼りになってるってことは、すごい、いいことじゃない、いいことじゃない、いいこと言う、ね、これで締めよう、この動画ちょうどいいの最後撮れたし、じゃあ全員がもうお互い認め合って信頼もできてるし尊敬もしてるってことですよね、今のね、うん、なんで悩んでる、いやいや、そうですね、そうですよね真面目だから丁寧に考えてくれる今回 EX 風林火山のマネージャーさんにもお越しいただきました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前は、私はテレビ朝日の藤沢と申します。藤沢さん。もうすぐ50です。見えないとよく言われます。ノリノリじゃないですか。ノリノリ、確かに50には見えない。そうですか、はい。藤沢さんはマネージャーっていうお立場なんですけど、はい、マネージャーって何されてるんですか。マネージャーというのはお世話するマネージャーです。偉いマネージャーではなくて、はい、下の方のジャーマンみたいなマネージャー。普段からそのじゃあチームの下からこう支える役目という立場で、はいはい、頑張ってる中で、はい、一つこうチームのその応援がどこのチームよりも気合いの入れ方が違うっていうお話聞いたんですけど、だってはっきり言っても仕事応援しかないんですよ応援してもいつも変わんないの分かってるんですけど、いやでもね、これは僕変わってんじゃないかなと思う、いや私も変わってんじゃないかなと思うおそらく控え室で、はい、パブリックビューイングはもちろんなんですけど、控え室でも多分うちがいっぱい一番多いんですよ、多分ダーッとか言っておそらくたまに放送に乗っかったりする、パブリックビューイングでのその雰囲気は私も目の前でね全部見てますけれども、はい、バズーカ打ったり、はい、メガホンね、あそこの団結感は他のチームとはちょっと違いますね、もう色が、そうなんですよ、これからどんなチームになってほしいですか、まあ今やっぱりチームのこの3人のチームワークっていうか仲良しとかも人格も一番いいと思ってますので、うん、はい、この麻雀議論もしつつこの別話もしつつもう全部このススッと行くので、もう別にこのまま行けばいいんじゃないかなと思いますよね。サポーターの皆さんにはどんな風な応援してほしいと思います？ああ、やっぱりグッズをいっぱい買っていただいて
それを買うね、購入だよね、うん、分かる分かる、同意同意。ファンクラブがいかにいいかっていうのは、はい、それ私のこの仕事ですね。ファンクラブに入ったんだけど、はい、フリーファンが一番良かったねって。そうですよね。その今まだちょっと何がいいんだろうなとか思って、いろいろねこう調べてるんです。意見も欲しいってことですか。そうですね。皆さんぜひコメント欄で意見をいただければ、すぐ採用してくださるから。ただいろいろ考えております。あ、じゃあこれからさらなる新作だったりも出てきたり、イベントだったりも出てくる、ね、あ、注目ですね。マネージャーという立場かなり大変そうですけど、いやー楽しみですね、はい、これからも楽しみながら頑張ってください、はい、ありがとうございます。プレゼント争奪黒ひげ危機一発やってまいりました。私が勝てば皆さんからオリジナルの何かグッズをいただきたいんですけれども、その勝負が黒ひげで、はい、私はこう言ったんですか、打ち上がった人が負けですから。うち不利ですね。気づきました。まあ全員刺すってことだ。順番通りに刺すんで、まあ大体私が勝つっていうゲームなんですけれども、何かいただきたいんですよ。はい、はい、でこれが視聴者の皆様へのプレゼントになる、はい、今回何くれますか。いいっすか。あ、いい、でも準備バッパン。こちらです。ふゆみさんのオリジナル T シャツ。すごい、秋って入ってる。そうなんです。秋ってことは、うん、勝俣先生もタッキーもあるんです、このバージョンが。そうなんだ。3色。え、3色。あ、全員持ってるの。あ、出てきた。すごい。え、この後ろにじゃあ違う名前が入ってるのもある。もある。九種類あるんですよ。だから。そうです。これをこれを私が勝ったら何枚いただけるんですか。三枚。三枚もいいの？各色。各色一体一個ずつもらえるの？うん、もし私が負けたら一個はくださいね。じゃあ一個で。一個は。一個はゲットしたい。もう九種類なんでね。気づきましたね。はい、でこれをかけての勝負をさせていただこうと思います。で、まず私からいきます。飛べ、やめろ。よっしゃ。赤、赤が来たね。はい、刺す瞬間見ないんですね。見ない。早い早い。おお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 1枚、3枚多いですからね。しかも見た今、飛ぶ黒ひげさんを引き受けた。キャッチしてた。守ってたよ、見ました。あの後そんな気が利く男います。うん、だからずっと見てたんでしょうね。さあ、というわけで今回、はい、滝沢さんが飛ばしちゃったので3枚 T シャツゲットしました。あのコメント欄にそのグッズが欲しいとコメント書いていただければ抽選で3名の方に当たります。サイン書いてくれるんですか。書きます。書きます。皆さんぜひたくさんご応募お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。 EX 風林火山です。まあ、この動画がアップされるときには何位になってるかわからないですけど、今日の時点で残り24戦、ファイナルシリーズを1位で迎えられるように、どんどんポイントプラスしていけるように自分たちらしく頑張っていきます。サポーターズクラブ、まあ、今のところ、全チームで2位か3位ぐらいですかね、うん、の人数の方が入ってくださってるんですけども、この後も、まあ、グッズだとか、まあ、パブリックビューイングはもちろんですけど、皆さんにこう満足していただけるようなものを提供していければと思います。よろしくお願いします。2019年 EX 風林火山頑張っていきますので、皆様応援よろしくお願いします。お願いします。